スタードライデスクダレ、今回はこちらでございます。はい、こちらでございます。キャプテンにしたんですけれども、中日バージョンの松坂大輔さんの動画撮っていきたいと思います。はい、ということでイチローセレクションで無事神引きすることができましてね、松坂さん手に入れたんですけれども、まずこの松坂さんをね、中日バージョンでもう一度使うことができて本当に嬉しいですね。まあ、ドラゴンズのねイチローセレクション松坂さんかいって思った人も中にはおると思うんですけれども、まあ、個人的にはですね、松坂さんのドラゴンズの時めちゃめちゃ活躍しとったんでね、かなり嬉しいです。はい、ということで能力見ていこうと思うんですけれども、球威71、制球69、スタミナ70ということでですね、制球が8上がってるんですよ。で、僕前まで松坂さん持っとって、まあ、超大ピンチ持っとった松坂さんね使っとったんですけれども、その時より制球が8上がっていると。ただしね、超大ピンチが外れてしまっているっていうデメリットもあるんですよ。そして球種見ていきましょう。まっすぐにカットボール、 D カーブ、フォーク、サークルチェンジにツーシームスライダーです。で、まあ、松坂さんね、ツーシーム持っているのはかなり魅力的なんですけれども、まっすぐがね、147キロしかないと、中日時代もね、あまりストレートはね、まあ、ちょっと年齢もあったんで、仕方ないなというのはあるんですけれども、まあ、変化球で打ち取っていくという、まあ、投球術で抑えてた感じですよね。で、特殊能力、超奪三振に、タイピンチ、回に援護と、まあ、タイピンチ回も弱くないんですよ。で、超タイピンチ外れたんですけれども、制球も上がってるということで、ピンチの場面はね、実質前の松坂さんより強いっていう意味では捉えられるんじゃないでしょうか。タイピンチじゃないんですけども、まあ、タイピンチも持ってるんでね、全然弱くはないです。で、中日純正では必須ですかっていう意見めちゃくちゃ多いんですけども、必須ではないですね。まあ、他にも大野さん、柳さん、松葉さん、野口さん、まあ、いろいろピッチャーいますんで、まあ、そこに入ってくるかと言われたらちょっと微妙なんですけども、まあ、おったらね、今最新スピリッツやし、ローテーション入るんじゃないかなと思っておりますんで、早速松坂さんデビューさせていきましょう。それでは早速ランク戦やっていこうと思うんですけれども、ランク戦のマッチングがなんか変わったみたいで、猛者といつもより当たりやすくなったらしいんですよ。まあ、そこは気にせずね、しっかり松坂さんで抑えていこうと思います。さあ、ということでやっていきましょう。高校来てくれました。そしてこの守備適性ですね、いや、いい感じ。今回はアリエルさんとのバッテリーということで、ちょっと松坂さんほんまに頑張ってください。ドラゴンズバージョンの松坂さん、僕ね、まあ、西武時代のねイメージが強いと思うんですけども、まあ、僕中日ファンなんで、本当にあの時の松坂さんはもうなんかやってくれるなっていうイメージ強かったんでね、まあ、とりあえずインコースにスライダー見していって、内いっぱいにカットボールいきましょう。もうこのフォームがね、もうこれだけでかっこいいですよ。まあ、しっかりファールを打ち取っていくと。で、流し打ち警戒にしまして、外角いっぱいにツーシム投げていきましょう。しっかりベストピッチ決めて、オーライオーライ、ツーシームD結構曲がりますからね。そしてフォークをこの中途半端のところにベストピッチを決めていく。オッケー、あ、制球力いい感じ。オッケー、流し打ち警戒しっかりハマっていく。ワンアウト。そして次はですね、まっすぐをこの高めのギリギリボール球に投げて、引っ張り警戒にして、ここにしっかり打たしていくスタイルを見せていく。あれ、なんか意外と球速く感じるぞ。気のせいかな。オーライオーライ、まあまあいいんじゃないですか。で、ここは長打警戒にして、この辺に D カーブ投げます。よーし、オッケー、ツーアウト。いいぞ、これは投球術で抑えてるんじゃない。まあ、こういうピッチャーはね、本当にあの配球次第ですね。配球次第ではいくらでも刺さるんで、ほら見てくれ、ほらこんな感じ。配球次第でマジ強いんで、あのぜひね、松坂さん、皆さん当たった方は使ってみてください。それでは攻撃していきましょう。1番、世界一打ちやすいバッター高橋周平さんいきましょう。最近リエダイ伊藤将司さん当たる率半端ないねんけど、個人的にめっちゃ打ちにくいピッチャーなよな。で、中日時代の松坂さんといえばね、まあ松坂フィーバーって言われていましたけれども、松坂さんが投げた次の日は絶対に勝つと、ちゃうわ、松坂ブーストって言われとったんかな。そのイメージがすごく強かったですね。まあ、将来的に頑張ってドラゴンズのピッチング工場がなってくれへんかな。まあ、さすがにないんかな。ちょっと軽く期待はしています。あ、やばい、ボール球やけど抜けていく。オッケー、まあ、コールドにしてしまったらね、松坂さん1イニングしか投げれないんで、4点頑張って取っていきたいと思います。あ、危ない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 。ちょっとね、この辺がね、スピリッツきつくなってきたな。今スピー解放もできるようになったんで、そろそろ山崎武さんもスピー解放したいなと思っている次第でございます。よーし、ナイスバッティング。さあ、ここしっかりホームラン打って4点取っていこう。普通に勝てるんじゃない松坂さん。今のローテーションは僕、大野さん、柳さん、松葉さん、まあ、この3人は確定で、
まあ、あとジャリエル入れるか野口さん入れるか、まあいろいろね、吉見さんもね入れようと思ってるんですけども、まあそこに入ってくるんじゃないかなと思っています。さあここは犠牲フライか、よし抜けていく、いいぞ、よし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 。さあここアリエルホームランだけはやめてほしいんでミート打ちしましょう。最近ミート打ちの技術もねだんだん身についてきたかなと思っています、昔に比べると。あれ全然やった。さあ大島さん、大島さんさすがにホームランないんで行きましょう。しかもこの大島さん低弾道ですから。あ、やばい、危ねえ。プロスピあるある、危ねえ、こういう時に限って掘り込むんよプロスピって、あっぶなオッケーオッケー。さあそれでは大島さんで3投チャレンジいきましょう。これはマジでアウトになりにいってないからね、狙っているから。あ、やばい、あ、全然あかんかったわ。ということで松坂さん抑えていきましょう。これ完全試合あるんじゃないの。さあ平成の怪物対令和の怪物対決ですよ。これ痺れますね、まあ、これが現実でねなかったんかな、あったらもっと面白かったんですけれども。松坂さんといえばでも柳田さんとのあの名古屋ドームでの対決はかなり僕覚えていますね。さあ平成の怪物対令和の怪物、抑えることできるんかな、頑張れ。よし松坂さん最高、ワンアウトワンアウト。もうこれオーラ放ってるんじゃない、相手バッターもなんか甘い球来ても打てないみたいになってるよ。おーおーおー、中村のりさんですらバット折れそうになってるよ。あ、コントロール結構弱ない、やっぱ制球69あんのと61って全然違いますね。よーしよし追い込んだ、え待って、結構刺さってんねんけど、強くね、うわ惜しい、今のは見極めたのか。じゃあ外角スライダーいきましょう。このままやとタイピンチの場面が、あー言われた打たれた、まあ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 、タイピンチの場面も見せたいんでね、まあ、これは松坂さんなりのファンサービスでしょう。じゃあ外角にツーシーム、あーオッケーオッケーオッケー、タイピンチの場面見せてくれたよ。はい発動していく、もうローズさんのミート47しかないから。さあタイピンチ発動しましたらインコースに一回ツーシーム食い込ましていきましょう。オーライオーライ、やっぱちょっとね変わりますよね、ツーシーム D から C になるんで、で打ちいっぱいにまっすぐ見していく、よしこの制球力完璧、さらに外にスライダー逃げていくと、これ引っ掛けてくれへんかな、よし完璧ゲッツ、あー盗塁しちゃった、ツーアウトツーアウト、よしもう一回タイピンチ。さあここは代打で佐藤輝明さん来ました。この対決もちょっと見てみたかったな現実で。さあタイピンチ発動しているんで、ここは内いっぱいにボール球のまっすぐ行きましょう。そうそうそう、ナイスボール、でこっから通信見入れていくんですよ。ベストピッチめっちゃ決まんねんけど、オーライ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 、全然悪くないよ。じゃあもう一丁行きましょう。よしよしよし、ナイスボール、で定位置に戻してストライクからボールになるツーシーム、あーしオッケー、松坂さん完封です。ということで皆さん結構強いんで使ってみてください。ありがとうございました。